魔界都市、新宿は、菊池秀幸のデビュー作となった小説、またその後の菊池の作品群に登場する架空の都市名。マシンと呼ばれる謎の大地震によって瞬時に壊滅し、これに伴い発生した亀裂によって外界と隔絶され、怪異と暴力のはびこる、犯罪都市となった東京と新宿区の別名であり、実在の新宿と区別するために、月の 新宿と呼称される。新宿以外の場所を舞台とした、菊池の作品のキャラクターが登場するクロスオーバーの舞台ともなっており、その作品群に占める登場率の高さから、菊池は名優である、夢枕幕に、魔界都市の先生と、揶揄されている。世界の平和の命運を握る、地球連邦首相の暗殺を防ぐため、魔道士、レビラーを倒すべく。 魔界都市、新宿に赴いた年俸の使い手、いざよい、京野の活躍を描く。主な新宿の設定や、後の作品で、魔界医師と呼ばれるドクター・メフィストなどは、本作が初出となっているが、この作品の時点では、新宿の全貌は固定されておらず、キャラクター描写などに、後の作品と矛盾する点が散見される。特に作中に2030年と記述のある、 年代設定及びマシンの発生年はこの他の魔界都市ものの作品との関係に大きな祖語を発生させるため後に菊池自身がこの作品の新宿は他の作品のそれとは別のものと考えてほしいと述べている上記の作者の発言に基づき魔界都市新宿及び魔球バビロンを除く作品群の設定からの記載となる マシンによって変貌したのは、区民を含む生物のみではなく、新宿の土地そのものも、物理的、超上的な影響を受けて大きく様変わりしている。場所によっては土地そのものが呪われ、足を踏み入れることすら危険な場所も存在するため、新宿区役所発行の区外からの観光客向けのガイドブックでは、区内の各地域をランク付けし、危険地帯と指定された場所への一般人の足の、 踏み入れを制限している。ただし、安全地帯と認定された場所でも、障害や殺人は、日常茶飯事であり、あくまでも、区民にとっては、ある程度安全といったレベルの、比較論としてのランク付けである。危険地帯に入ることは、区民にとっても、生命の危険を意味し、さらにその上の、最高危険地帯に立ち入ることは魂や、 人間としての存在の危機を招くと言われ、ごく限られた人間以外が立ち入って無事に脱出することは不可能であるとされる。また、マシンによって区外と亀裂で切り離されたことにより、地上、地下を問わずすべての鉄道路線はその運行を休止しており、その再開発も断念された状態である。地上の駅舎跡はランドマークとして各所に残るが、 地下のトンネルはマシン後に発見された、あるいは発生した地下洞窟等につながっており、妖物やあやかし人が文字通り長量をばっこするマク擦と化している。1988年に OVA 化された。収録時間は約80分。第5回日本アニメ大賞においてオリジナルビデオソフト最優秀作品賞を受賞した。 ものの、このアニメ版に対する菊池の評価は極めて低く、これと、吸血鬼ハンター D のアニメ化がトラウマとなり、その後の、魔界都市、ブルースシリーズに対して複数持ち込まれたアニメ化企画をすべて却下したと語っている。協力、青にプロ小説、魔界都市、新宿を原作とした漫画作品。作画担当は、細間真一。 月刊サスペリアミステリーにて2001年11月号から2002年9月号まで連載された。単行本は少年チャンピオンコミックスより刊行。全2巻。原作との違いは以下の通り。2002年6月27日発売 ISBN4 から2532006562002年9月26日。 発売 ISBN4-253200664 ありがとうございます。